草で叫んだけど、なんかやっぱ青空こんなに広い場所で皆さんの前で叫ぶことはないから、はい、なかなかね気持ちよくなりましたね。そうだね。ね、どうだった、すず、すずは寒い、違うか、待って待って待って、はい、ということで、え、どうだろう、あ、最初に実は、はい、君と奏でるラジオで、ね、やったか収録を皆さんの前でやりましたけど、どうでした、うん、はい、なんとか大丈夫そうです、5本食べて暑いです、うん、あ、どういうことだ、怖いぞ、ちょっと待って、いや、よかったー、え、彼はなんか、あ、そう、私もあのすずのラジオにお邪魔させてもらったんですけど、間違いです、あのね、それをね、あのお祭りみたいなのをやって、うんうん、めちゃめちゃ楽しかったです、お祭りやったの、そう、え、あのトアもさ、うん、あれ、霹靂、聖天の霹靂を、はい、収録したんだよね、うん、うん、そう、それはどうだった、え、でもね、架空コンサさんみたいなコーナーがあって、うん、それはちょっと難しかったなって思う、私も一回やったわ、やった、あ、そう、やった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 、あれがちょっと難しかったけど、でも皆さんのおかげでなんかね、クイズとかもやったんだけど、うん、正解できたので、うん、楽しかったです、どうだった、ココナどうでした、今日は、あ、ヤギちゃんと一緒に聖天の霹靂やったんですけど、皆さん盛り上げてくれて安心しました、おありがとうございました、ありがとうございました、エレンは内原、そう、エレンは内原の登録をしたんですけど、はい、本当皆さん盛り上げてくれて、おめちゃめちゃ楽しかったです、ありがとうございます、皆さんぜひね、これちゃんと公開される収録なので、はい、ちゃんとそちらも見ていただけると嬉しいです、はい、ぜひ、うん、見てみて、あとね、一番最初にはあの卒業までも披露させていただきました、見ましたか、すごい、最初からずっといてくださった皆さんいらっしゃいますか、気をつけてお別れみたいになっちゃうけどね、もうすぐそろそろ終わりの時間が、そうですね、そうだね、そう、え、待って、待って、え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 、今、そっか、うん、なんか、あ、煽ってみる、煽ってみる、あ、煽ってみる、あ、一人ずつ煽ってみる、オッケー、いいよ、じゃあ、ね、声も出したことだし、あ、そうだね、てるから、じゃあこういくか、あ、私から、どっちか行くか、じゃんけんじゃんけんじゃんけん最初はグーじゃんけんポン、うん、あー、待って、ちょっと待って、じゃんけん、あ、待って、いいや、じゃんけんポン、アイコンシャイアイコンシャイ、わー、これそっちから、あ、そっちから、あ、そっちから、あ、キャンプか、あ、それなのよ、あ、それなのよ、一番最後だよ、オッケー、最後？あ、こっちから行こうか、いける？そうだからです、はい、行ってみよう、皆さん、このままでは終われないですよね、はい、いや、まだ物足りないそれでは
私たちの僕が見たかった青空のデビュー曲です。お聴きください。青空について考える。Thank you.
ぜひ